新井幸男は神奈川県横浜市金沢区出身の元プロ野球選手、野球指導者。愛称は同性のタレント、新井中日並、美、中3、ロサンゼルスオリンピック野球の金メダリスト。横浜市立ムツーラ中学校から横浜商業高校に進学。中堅士として1982年の春の選抜に出場。 二年生エース浦正明を養子準決勝に進出するが、この大会に優勝した、PL 学園の榎田健一郎投手に抑えられ、2から 3X で9回サヨナラ負け、高校通算43本塁打を記録している。卒業後は、社会人野球の日本石油に、所属、1984年ロサンゼルスオリンピック。 野球日本代表では4番に座り金メダル獲得に貢献した。同年の日本、キューバ国際野球大会でも日本代表に選出されている。1985年の都市大抗でも日本石油の4番として活躍。同年のプロ野球ドラフト会議でヤクルトスワローズに2位指名され入団。1987年には開幕直後から1番打者として起用される。 同年は初めて規定打席に達し、打率301を記録。セントラルリーグ最優秀新人に選出された。1988年はシーズン中盤に故障し9月まで欠場、栗山秀樹に1番打者を譲る。1989年には復活、3番打者としても42試合に起用される。1991年は故障で低迷する。 1992年は打率291を記録した。同年の西武との日本シリーズでは全7試合に左翼手2番打者として出場20打数5安打であった。1993年の西武との日本シリーズでは第5戦に塩崎哲也から本塁打を放った。1994年のシーズン前半までレギュラーを守るがその後は 旗たしんじらに定位置を譲る。交渉で身長170センチメートルという小柄な打者だったが、バッティング技術が高く、ヤクルトの4度のリーグ優勝に貢献した。ヤクルト時代の最初の応援歌は、怒りを上げてだった。1996年、木下文信との交換トレードで、小坂勝人と共に近鉄バファローズへ移籍。ここでは、指名打者としても起用される。 1998年、無償トレードにより、横浜ベスターズへ移籍。1999年4月27日の、広島東洋カープ戦に代打として出場し、通算戦試合出場を達成した。2000年に現役を引退。2001年からコーチとしてヤクルトに復帰。2007年まで、ヤクルトに軍打撃コーチ。2008年から2009年は、 北海道日本ハムファイターズ二軍打撃コーチ。2010年から5年間巨人の二軍打撃コーチを務めた。現在はジャイアンツアカデミーのコーチを務める。ありがとうございます。